ホテル日光アリビラインフォメーション、太陽と自然の楽園ホテル日光アリビラ、アリビラの楽しみ方をこの時間皆様にご紹介します。先ほどの子供たちの時間が嘘のようかのようにホテル日光アリビラのハイコーナーに進めさせていただきます。久しぶりに日光の方がゲストに入っております。久しぶりではないんですけども、私と担当するのが久しぶりですね。おはようございます。自己紹介お願いします。はい、おはようございます。ホテル日光アリビラの広報担当しております谷嗣と申します。はい、谷嗣さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほどの蘇我一家、はい、はい、ホテル日光アリビラに宿泊ということで25日から、うん、明日まで、うんうん、はい、宿泊というお話をされておりました。でアリビラからまた見るこの海の風景だったりというお話をお父さんがされてましたけども、やっぱいいですね。来る方々に笑顔と癒しを与えるホテル、はい、素晴らしいじゃないですか。たくさんね、自然と遊んでいただければ、うん、いいですね、はい、カニも見つけたよと宗太郎くんが言ってました、うん、本当にね、あの自然なビーチなのでたくさんね、生き物がいいですね。この本当に、まあ、夏休みを利用してくる方々ももちろん多かったと思うんですけども、はい、どうですか、やっぱりこの時期というのは家族連れが一番多いですか。そうですね、ほとんどがご家族連れ、ファミリーで、そうなんだ、はい、子供たちも元気に遊んでますね。いや、いいですね、本当にこの子供たちの声が聞こえるだけでなんか全然違いますからね、はい、私、うん、あのプール見てて、はい、あの普通のね、深い1メートル、うん、はい、20とかのプールに、うん、小さな2、3歳だと思うんですけど、子供が2、3歳、うん、一人でね、はいはい、浮きの腕につけてるやつですね、うん、あれつけてるんですけど、一、うん、人でパチャパチャ泳いでるとか、なんか今の子供ってなんか沖縄でユーチューバーですね上手に泳いでるんですよね。そうなんだ、こういう子供たちのパワフルさも感じられるホテルの周りなんですね、はい、よろしくお願いします。大嗣さん、もう8月も残りあと2日で終わりですよ、うん、今日明日で、ね、早いですね。土曜日から9月になりますけども、うん、アリビラも何かもう秋のなんかイベントだったり企画とかあるんですか。はい、秋はですね、うん、毎年10月はハロウィンの、そうですね、はい、装飾をしてまして、あとレストランのメニューもハロウィンになるんですけども、はい、そうですよね、なんかメニューもハロウィンにちなんだメニューになりますよね、はい、私今年もハロウィンの担当してはい、今年ハロウィンの担当、今年もすごいじゃないですか。3年目ぐらいかな。あ、そうなんですか。ハロウィンのこれ何かテーマを谷嗣さんが決めてホテル内のデコレーションだったりするってことなんですか。はい、デコレーション、今年のじゃあハロウィンのテーマって何を主にしようって考えてますか。今年ね、ちょっとまたチャレンジしようかと思っていることが、はい、何ですか。やちむんとかをほうレストランで使ってるお皿、はい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 、やっぱり消耗品で欠けてしまったりとか割れてしまったりとかするんですけど、確かにですから、ね、それをちょっとリサイクルしてほう家賃を活用したハロウィン、リサイクルしてハロウィンの陶器、かぼちゃの陶器、はい、簡単かぼちゃの形をした陶器があるんですけど、はい、そこにこうモザイクみたいに貼っていって、はい、ちょっとなんていうかな、アートにしてしまおうかと思って、はあ、発想がまたすごいですねなんかスペインの、うん、なんだっけ、有名な公園があって、はい、どうすれちゃったな、何そこにあるオブジェ的ななんか、そうそうそう、モザイクのモザイクアートがあるんですけど、それもなんか割れたお皿を再利用して作ってるみたいなんですね。あ、そうなんだ、はい、そこから捨ててしまえばただの本当にゴミになるけど、うん、そういうことではなくて、はい、何か使えないか、そうそう、これはまたハロウィンとつなげるなんか企画がイメージがあるんですねもう勝手に私が、いや素晴らしいこれはホテル全体を使った感じもあるんですか、企画ですか。パティオに、はいはい、ハロウィンの装飾するんですけど、パティオと、パティオ、洞窟の形になってる場所があって、はあはあ、でそこに主にハロウィンの装飾するんですけど、いいっすね、そこにちょっと置こうかなと。あ、なんかでもこういう形の新しい、これは何か光も灯すんですか。光とも灯ります。ロマンチックじゃないですか。もう秋の後は冬ですよ、まあ、当たり前なんですけども、このそろそろ
寒くなるとなぜか人恋しくなる季節になりますけど、そんな時にこの癒しというのはまた演出してくれますから、ね、はい、いや素晴らしい。こういうハロウィンもまた10月から、はい、10月からです。10月からそういうイベントを計画しているということでございます、はい、実際に今、うん、家族連れ、まあ夏休みもそろそろ終わると思いますけども、でも大学生はまだまだ夏休みは続くと思うんですけども、はい、仲間同士で宿泊する方が多いんですか？そうですね、いらっしゃると思います、はい、昨日、うん、私ですね、実はアルビラさんにお邪魔してました、はい、相変わらず本当に美味しい料理ですね、はい、キンシャサ、中国料理、はい、なんといっても、まあ、もちろん食事もそうなんですけども、お茶、うん、お茶、あのお茶は本当に何杯でも飲みますね。そうですね、そのお茶、12種類中国茶あるんですけども、はい、うん、その一つのお茶葉で入れるのもいいですし、はい、うん、混ぜてブレンドして、これ昨日やったんですよ。なんだろうな、レモンティーを思わすような香りを出すお茶もあれば、うん、ちょっと濃いめのお茶があったんですけど、うんうん、これを一緒に飲んだんですけど、はい、これがまた美味しいんですよ。自分でその割合も決められるし、うんうん、まあ、こういうてればこういうほどなんかそのお茶の味もすごくなんか体に浸透していくような形があって、うん、お茶大好きなんですよ私。お食事を取りながらまたこのお茶を飲めるって本当に贅沢だなと思いました、うん、お客さんの数も半端なかったですプールもそうなんですよ、うん、海もそうです、はい、いや本当に全然ひっきりなしにもこのいろんな方々がおのおのの思い出を作る、まあ、その場所としてホテルニッコアルビラ使ってると思うんですよね、うん、はい、アルビラ本当に先ほどの曽我一家のお父さんも言ってたんですけども、うん、夕日も見ましたと。あ、いいですね、今式いいんじゃないですか、うん、昨日はもう良かったと思いますね、夕日。本当にこの夕日もそうなんだけど、うん、月夜に浮かぶ、うんうん、この海に映る、はい、いいですよね。本当に今しかない、はい、今しか見れないまたこの風景というのは、うん、アリビライコール自然という、はい、もうイメージがあるんですよ、ね、うん、なんか夏休みも終わるんですけども、子どもたち特有のなんか自然に触れ合える企画というのもあるんですよ、うんうん、そうですね、自然活用したリーフトレイルという、リーフトレイル、はい、干潮時に海が引いている時、はいはい、に、潮だまりを観察したりとか、はい、あ、海に直接降りるんですね、はい、降ります。なるほどなるほど、うん、さっき言ってたやっぱ子どもたち自然と触れ合いたいので、そういったものもできるんですね、うん、できますね。で夏休みでしたら、あと、今日はないけど明日かな、うん、明日ナイトトレイル、夜の、はい、そうなんだ、夜の海辺の生き物を探しに行く。ああ、日中は日中であるんだけど、うん、また夜は夜で、はい、夜でまた海の生物って変わるんですか？うん、変わりますね。やっぱり夜行性の、そうか、はい、生き物が見れると思います。あ、まあ、夜は夜で昼は昼で、うん、学習ができるということなんですね、はい。あと今日が、うん、最後なんですけど、何ですか、プールサイドのライブ、はい、あ、サンセットライブですね。今日ソルナさんで締めます、ソルナさん、夏休みのこのプールサイドのライブが終わります。素敵じゃないですか。またこのソルナさんのこの歌声がまたその本当にサンセットに、もう最高ですね。ですよね、うん、ギターの音色とボーカルの、はい、お名前忘れたんですけど、ミキさんのこの声が本当にマッチするというかね、はい、どんなですか、もうみんなゆったりとした感じで過ごしてないですか？ですね、まあバラード系のゆったりした曲の時は、はい、ゆっくり聴いていただいて、うん、あとお子さんと一緒になんか踊るやつとかもあるんですね。その時はみんな一緒に踊るんですか？みんな一緒に踊ります。地元の方もね、うん、お越しいただいたりとか、いいっすね、うん、してるので、ぜひ。あら、素敵。今日の夜、これ時間何時からですか？夕方6時からと6時から、はい、夜8時から。なるほど、はい、過去40分間です。かなり長いですね6時と
20時、まあ、8時、はい、夜8時だそうですよ。今日が最後となるんですね、サンセットプールサイドのライブ。今日はソルナさんがやるということでございます。無料です。無料です。無料で見れます。ぜひ皆さん足を運んでください。はい、ホテルにこうアリビラのこの宿泊されている方もそうなんですけど、やっぱりこのレストランを利用する地元の方も非常に多くないですか。本当に昨日改めて思いましたからね、地元の方も非常に多いなということなんですけど、はい、このお父さんのお寿司屋さんという体験もあるんですけど、あら、お父さんのお寿司屋さん、はい、これも夏限定で、明日最後になりますので、お父さんも実際に何寿司を握るんですか。お寿司握ります。はい、家族のために。家族のためにはい、そうなんだ。こちらも地元の方でも大丈夫ですので、事前に、ね、今日までですね、受付。あ、なるほど、はい、今日9時までの予約になる。あら、大塚さん、はい、ぜひ電話番号じゃ伝えておきましょう。はい、098-982-9111 が代表番号になります。はい、ぜひここにね、お父さんが握ったお寿司も食べれるというですね、体験ができるコーナーもございますよ。982-9111、ホテル日光有宮でぜひお問い合わせください。もうなんか慌ただしい今日になってしまいましたがまた楽しい観光客の方々のお声というのをこの番組にも伝えていきますね。はい、谷嗣さんもちょっと夏バテ気をつけて頑張ってくださいね。はい、ホテル日光有宮インフォメーション、谷嗣さんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。